北海道手稲養護学校は北海道札幌市にある北海道立の養護学校。北海道札幌市手稲区稲湖にある死体が不自由な幼児、児童、生徒が学ぶ北海道立の養護学校。生徒は併設された北海道立子ども総合医療療育センターから渡り廊下を通じて登下校する。本校の生徒は北海道立子ども総合医療 教育センターの病棟に入院、または生活しているものに限られている。2020年8月、北海道役も養語学校が札幌市西区に移転し、北海道手稲養護学校三角山分校となった。所在地は、北海道札幌市手稲区稲穂三条七丁目六番一号。障害のある幼児及び、児童生徒に対して、心身の発達段階に応じた教育を行い、 障害に基づく、主児の困難を乗り越えて、将来、人間性豊かな社会の一員として自立し、社会参加する人間を育てる。所在地は、札幌市西区山手5条8丁目1番38号、国立病院機構北海道医療センターに隣接。薬務町にあった、国立病院機構薬務病院に併設されていた、北海道薬務養護学校が、 病院機能の札幌市移転により2020年7月27日の1学期終業式をもって閉鎖となり8月に北海道手稲用語学校三角山文庫として札幌市に移転した AB 北海道手稲用語学校三角山文庫北海道手稲用語学校三角山文庫2020年11月6日閲覧学校の設置廃止一覧等 北海道教育委員会2016年11月8日閲覧北海道薬務養語学校北海道薬務養語学校2020年11月6日閲覧ありがとうございます